しい風が吹きましたよ。これがあるからなんじゃないの？これなくていいんじゃない？そしたら風来ないから。あ、そっか。それで遮られてんのかな。だってこっちめっちゃ涼しいっすよ。あれ、そっちは？そんな変わらんやん。あれ、そんな変わらんやん。いいっすよ、まだ下げられると思います。これ、いや、こっからできてるんですよ。ここだとする。これぐらい遠くにしてマイク届く。届くか。いいですか、大丈夫ですか。汗かきながらやります。407か、私407があんまりどんな車か。ああ、何のこと喋るか全然考えてない。何、今回407の話してんの。そうね。あ、入り子マイスター検定も全然考えてないよ。ちょっと頑張って。ちょっと待って、ちょっと待って。そしたらさ、今からちょっといいですか、時間取らせて。わかりました。どれ出すかちょっと考えます。わかりました。少々お待ちください。何問ぐらい用意すればいいかな。3問でいいんじゃないですか。色でも3問でいい。うん、407でどれぐらい喋るかにもよりますけど。ああ、そうですね。うん、ああ、407でも見たことがないこともないかな。走ってないかな。いや、走ってると思いますよ。ね。うん。そうね、タクシー。で、映画で寝てたね。確かに。お腹空いたな。なんか、おやつないかな。おやつないな。今日に限っておやつ持ってきてない。持ってきてないの？うん、すごい割れてしまったせんべいしか入ってない。いいやん、別に割れちゃう。どうせ歯で割るんやで。確かに。でもやっぱなんかプジョーの昔のやつって、うん、シルバー多いですね。あ、多いですね。うん、なんかそんなイメージがあります。色なのでそんな喋ることがないので、万が一の時のために一応5問用意しておきました。おー、わかりました。はい、大丈夫です。もう準備できました。はい、大丈夫です。素晴らしい。すいません、407はもう何喋るか考えてないから、もうカタログ開いて思うままに喋ります。はい、なるほど。はい、はい、なんか準備が整ったようですので、すいません、お待たせいたしました。お願いします、はい。こんにちは、エリカこと多田エリカです。ボンジュール。皆さんご機嫌いかがですか。ゴーカーチャンネルのキャスターゴーカーです。ボンジュール。早押そうとしてるの。どっかで流れていた、はい、このホワイトハウスの CM。で、なんかボンジュールって言ってたよね。ナレーターさんがボンジュールって言って。言ってた。あれ多分ベルランゴの CM だっけ。そうなの、そうなの、ね、あれこれパクリ私のと思って。そうね、うん、いいんですけどね。いいですけどね。あれちなみに何のコマーシャルか最初に言っとくけどね、ベルランゴのショートバージョンあるでしょ、はいはいはい、これの10万円サポートのコマーシャルなんで。そうなの、ね、これ7月17までですから。そうなの、ね、最初にコマーシャルチックでちょっと申し訳ないけれども、ベルランゴのショート欲しい方はそうね、サポートついてるよ。急いで、うん、シトロエンミー四日市、シトロエンミーエツにお越しください。お越しください、ボンジュール、はい。あれですね、シトロエン、名古屋、中川も入ってるね。多分、桑名のあたりの方は中川のが近いから、ね、それも言ってるんだと思うんだけど、ね。あ、でも、四日市来てください。あ、そうか、そうか、この番組的にはそうだ、ね。何を言ってるんですか、あなたは。じゃあ、うちの会社は全部一緒だもん。そうですけど、ね。ごめん。はい、でね、新鮮だね、こういうスタートの。ボンジュールでスタートも新鮮だしね。そうですよね、うん、エリカでボンジュールという番組が前身番組ね、うん、5分番組だったんですけど、うん、それを引きずってる。私もあの番組何回か出させてもらいましたが、うん、あんな5分番組で何喋れっていうね、すごかったですよね。プジョーとかシトロエンに似合うカフェとか、うん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 、あるいは素敵な人たちをピックアップして取材させていただいて、うんねうん、最終的には写真でインスタとかフェイスブックに上げるっていうのがまあ目的で、うんはい、そうでしたね。なんかそのコーナーはこの番組が始まってもたまにやる言ってたけど全くやってないよね。本当ですね、そこまで言ってましたっけ。言ってましたごめんなさい、うん、全然覚えがない、まあ、ただその代わり、うん、エリカでボンジュールっていうコーナーを残し、うん、そこにはリスナー試乗会という形で、ね、リスナーの皆さんにプジョーやシトロエンの車に乗ってもらって魅力を ね語っていただくということで、まあまあそれがねまた新鮮なネタで、これはまあいつも言ってることですが、
プジョー、シトロエン乗りの方も、車が好きな方のインプレッションも聞けるし、全く今までに乗ったこともないし、興味もあんまりないような方の試乗インプレッションも同時に聞けるという、他のメディアではこんなのない。と言い切れますね。言い切れるよ。こんな自動車出して見たことあるそんなの。ないよ。ないと思います。大体評論家が書いてるでしょ。そうそう。プロがね、評論するのはまあ、よくある話ですけど。うん、そうそうそう。なので、ハードルを上げないでください。はい、決して車に、正直1ミリも興味なくたっていいんですよ、うん、まあゴーカーさんってどんな人かなとか、うん、エリカーさんどんな人かなぐらいの感じでフラーっと来ていただいて、うん、で、あ、なんだフランス車いっぱいあるじゃんってなって乗ってもらって、うんうん、でそのフラーっとはいつ行けばいいの。明日です。なんだかね、やらしい話うまいこと言うね。明日ですよ。ボンジュールからこんな話に膨らんだか、素晴らしいですね。ね、そう、プジョー、うん、今度はメイン四日市という、そうですね、四日市のひながあったところに、はい、お店がありますので、そうですね、そちらにお越しください。お越しください。はい。そうすると1時ぐらいに来ていただければ、うん、なんとなく、わらわら誰かがいると思います。そうです。で、プチ公開収録もやるんでしょ、そうですね。3時ぐらいから、そうですね。3時ぐらいからかな。ね、でも4時から公開中です、ね。いや、もういい。前みたいに、もう一緒に3時から撮ってるところを流しちゃう。そうなんだ。すごい適当ですね。うん、多分ね。まだ決まってない。それがまあ、フレキシブルに対応できる。そうです。YouTube の良さです、ね、そうでございます、はい、ということなので、はい、皆さんぜひお越しいただきたいと思います、はい、何度も言いますがプジョーシトロエン三重四日市になりますので、はい、よろしくお願いします、ね、はい、じゃあここでオープニングはゴーカー的セレクションということで、うん、今までの車 CM で流れた懐かしいナンバーをゴーカーさんがセレクトしてお届けするんですが、プジョーシトロエンに全く関係ないです。関係ないです。今回も1992年に流れた、ごめん、これ95年だった、95年ね、うんうん、まあ、90年代に流れた、うんうんうん、T 社の、うん、何ティマ何ティマの曲ですね。そう、それもちょっと小型車枠内で作られた車のね、当時はね、そういうすごい売れましたよ。卵ですよ。卵、天才卵。そう、天才卵、ね。そうそうそう。はい。ということで、はい、曲はもうでもリスナーの皆さんおなじみですね。ユーリズミックス、There Must Be an Angel。すごい、何も考えてないのにここまでよう喋りますよね。いや絶対これフリーやろな、明日のやつフリーやろなと思って別のこと全然考えててそっちを喋ろうと思ってたんです。あ、そうなんです、うん、だけど、あ、もういいやこのままのだけど。その別のこと何喋るかが気になるの。何それ。別にそう大したことじゃないんですけど、あの久しぶりに暇だったから遊んだっていう話をね、そう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 したんでしようと思ったら、あ、意外とはそういう話、あ、ふーんと思って、まあ、ネタは別にいつでもね、いつでも喋る。広がりますね。いいですね。いいですね。ありがとうございます。いえいえ。この後がやっぱり車のしっかりしたお話になるのでね、はい、ゆるい話でも。そうですね。もう冒頭にCM 言っちゃったしね。そうですね。もうね。もういいよね。はい、ありがとうございます。ユーリズミックス、There Must Be an Angel。ユーリズミックスっていうの？ユーリズミックスですね。正解はね。そうそうそう。T 社のナニティマ。うん、これもう本当に何回も言いますけども、ようその辺の人いっぱい乗ってたね。乗ってたし、いい車だし、すごい、やっぱ他とは違うね、うん、未来的なデザインでよかった ね。これも生産終わっちゃったけども。ねえ、なくなっちゃう。たまに、初代型、うん、初期型見ると、うおーってなる。なるなる。いらっしゃるね。いらっしゃる、いらっしゃる、大事に乗ってる方。大事でいらっしゃるね。ねえ、ということで、うん、懐かしい CM のナンバー、はい、お届けしました。初代のエスティマはエンジンが75度傾いて乗ってたんですよ。そうなの、そんなだったの。そう。あれ、エンジン前にないですからね。真ん中に置いてあって、真ん中に置いて普通に置いちゃったら、床高くなっちゃうでしょ。ね、床低くするために75度傾いてる。そうなの、この、すごいな、よう、そんなんで。だから、天才卵なんです。そうなんだ、うん。あんまり分かってなかったけど。で、2代目から前にエンジン、ご主人乗ってたんで、そうですね。前にエンジン変わったんですけどね。本当になりましたね。うん。当時、3列目のシート、ありがとうございます。うん、なんか、畳み方も変わってたんですよ。種上げじゃないか、あの頃は。こういうふうに横に、まあ、今は別にお馴染みですけど、うん、横に畳んでた。ああ、そうね。当時はびっくりした。あ、そんな畳み方あるの。そう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 。はい、お願いします。プジョー、シトロエン、トリビア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 。ということで、このコーナーは、プジョー、シトロエンに関する、うん、へえ、そうなの、あ、そうだったの、毎回いろんなバリエーションを考えますな、と、うん、思うネタを、ゴーカーさんが仕入れてきてくれたという、そういうコーナーです。うん、はい、で今回は、はい、
先週この番組で取り上げたのが408、はい、そうです、新しい郡上408という、はい、何でしたっけ、なんちゃら C セグメント、アッパー C セグメントね、という車のデビューにちなみまして、うんうん、新しい車が出るたびにこの番組ではいやいや新しいものだけじゃないでしょ、やっぱそれが出るためには先祖というものがあるって、うん、そうだ、それがあって積み重ねて今新しい車が出るんです。そうよ。ということで先祖を敬って久しぶりですね。先祖を敬ということなので、うん、先祖を敬う、はい、プジョー407、あ、407ね、ピックアップしていきます。はい、実は何も考えることを考え用意しておりませんが、カタログだけ持ってきました、はい、407が出たのが2005年。おぉ。20年ぐらい前ですね。もうでも、だいぶ前ですね。で、だんだんその、コンパクトカーの206とか、307が、こう、なんていうのか、ヘッドライトがね、こう、吊り上がってね、こう、口がパッと開いて、こう、猫みたいな顔みたいになってっていうので、こう、コンパクトカーが出てきてたんだけど、まだ40シリーズは割とおとなしい顔だったんですよ。で、今度出てくる407はどうなるかと思ったら、もうなんかすんごい顔になってね。ねヘッドライトがグッと上がってるしね。口はポコッと開けてってね。まさに誰が見ても猫みたいな顔してるでしょ、これ。ねえ、猫が笑ってる感じかな。笑ってる感じだよね。そう。で、こういう車が出てきたんですが、ちょっとデザインも随分変わったデザインで。丸みを帯びてますね。そう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 。車のボディサイズもかなり大きくなって、デザインもかなりこうアグレッシブなデザインになってね。そういうところが特徴的だったんですが、ね、そうそう。これ、先週お話ししましたけど、バンパーのところにちゃんとこういう黒いモールがついてるでしょ、うん、これは完全にぶつけた時に、ここのパーツだけ取り替えれれば、安く済むっていうので、この頃本当にフランスの車よく考えられたんですよ。考えられてますね。一時期ここ最近考えられてなかった感じだったんですが、うん、またね、408では、そういうところを、うん、受け継いだんですけれども、内装なんかもね、この革シート仕様なんかいい感じで、上質です。シンプルイズベストな、ね、上質な感じの。そう。高級感のあるね。ちょっとツヤがある。そうそう。いいですね。そんなモデルだったんですが、はい、こう内装色なんかも、コバルトレザーって、こうブルーなの。ブルーっぽいね。おしゃれでしょ。おしゃれ。で、まあ、もうこれはいい雰囲気のベージュ。あ、ベージュね。これはもうね。いいよね。高級感、ね。おしゃれだよね。っていうような感じで、まあ、まさにプジョーのね、フラッグシップというので、出てたんですが、うん、もう一つ SW っていうモデルがあって、これはワゴンだったんですけれども、このね、ちょうど、荷物室の部分が、うん、こうピラーがね逆こう Z 型みたいな感じになって、これなんかラジオで言うの難しいんだけれども、なんかね後ろがへこんでる感じになってるのかな、うん、ちょっと個性的なデザインになってたんですが、今です、今っていうかちょっと前まではあのパノラミックガラスルーフでいろいろ出てきてたけど、この 407SW が出た時に本当にこの広大なね、窓ガラス、窓ガラスじゃないかルーフが ね, ルーフね、うん、ガラスだったのに驚きました。でこれもね、これはあの SW といってもワゴンだったんですけれども、うん、とっても使い勝手のいいワゴンで、あとガラスハッチって言ってね、ガラスの部分だけ、ガラスのところだけパコンって開く、ね、そうそう、後ろの空間が少なくてもいけるよと、いったものがあったりして、なかなかこれも良、かったんですが、407にはこのセダンと SW 以外にクーペがありまして、出たもう最近こういう車やんないのかしらと思ってね、面白いっていうか可愛い、もうもっと猫よ、グリルがもっと大きくなってですね、もうガバッと開いて、もうなんか本当だ、もう飛んできそうでしょ、でグリルのところがなんかすごい不思議な、うん、格子が、ね、入ってますよね、なんていうの、なんかニシシって猫が笑ってるみたいな、本当にニシシって笑ってる、ニシシっていう感じ、うんうんうん、なんか、ニシシってしか言ってるにしか見えないね、これね。見えないですよ。うん、わ、もうどのページ開いてもニシシ。ニシシって何なんだろう、ニャーみたいな。そうそう、ニャーな。でもね、このやっぱクーペになるとね、おしゃれ。内装とかの使い方がね、やっぱね。そうないんだ、そうだ、もうセダンとか SW では変えるんだよ。で、インパネの部分も同じこのワインレッドに合わせたりね。これはいいわ。いいよね。おしゃれでしょ、うん、で、こういう車を作って、内装色はね、これいろいろあって、それこそ、ちょっとキャメルに近いよね。パランブロっていうキャメルに近いような色。うん、で、さっきのワイン系はセルベールっていうらしい。うん、で、ラマっていう白っぽいのとかね、うん。で、黒ももちろんあるんだけど。まあ、こんな、これ大きいんですよ。めちゃくちゃ大きい車なの。大きいな。小さく見えるけど。大きいよ、これ。幅も広かったけどね。うん、でも、ツードア。あ、ツードア。クーペだもん。あ、まあそうだね。そうだけど、コンパクトに見えるけど、すごいね。そう、4.8 メーター超えてるからね。でもすごいです。3パターンも一つのそのね。そうなんです。品種に出すんですね。でも逆に言うと、この3つの
持ってる特徴を一つで表現してんだよね、今回の読まなしで。冷静に考えてみるとね。別の車にしたっていいじゃんって話ですけどね。うん。でもセダンらしいところもあるし、ワゴンのような使い勝手もあるし、古流麗なスタイリングだからクーペっぽいスタイリングも、兼ね備えてるっていうことで、まあ新時代は全部をクロスオーバーしてると。こういうわけでございます。それが4枚。ああ、そういうことでございますね。全部ごったに、ごったにって言ったらあれですけど、組み合わせて融合させたというところですね。そうはい、さあ、現在リリース中の408の先祖となるプジョー407を敬わせていただきました。で、来週はもう一つ敬い、はい、あの、先祖を。先祖をね、406。いきますからね。はい。どうも、ご先祖様ありがとうございます。ではここで思い出の一曲お送りいたしましょう、はいはい、どんな思い出来てます、はいはい、津野たたみさんからのリクエストです、はいはいはい、ありがとうございます。キンキキッズのジェットコースターロマンスにカーリクエストいただきました、うんうんはい、7月になりました。まもなく梅雨も明けるでしょう、ね、夏本番です。先日スイカを買いました。今年は一人スイカ割りをしようと思いますはジェットコースターの話よ。な1ミリもない、そうなんです。スイカの写真は載ってくれたけど別にあの祭り林って書いてあるシールがついたスイカの写真で、あれでしょ、多分たたみさんはスイカ持ちだからジェットコースター乗りに行くっていう話でしょ。あ、そういうことダメですよ。ジェットコースターには何も持ってくるダメですよ。何でしょうかね。一応かん誤解のないように言っておきますけれども、うんうんうん、カーリクエストは、車に関する思い出と一曲を添えていただく、ええ、そういうコーナーでございますので、そうですね、ええ、まあでもなんとなくかけたかったので言いたいと思います。キンキキッズジェットコースターロマンス。あ、面白いひどい話だったさ、古い曲ですよね、これもね。うーん、これも20年ぐらい前。20年ぐらい前ですよね。走りながらの手をギュッと。このコーナーがたまにあのカラオケボックスになるんですよ、ここ。カラオケのもう久しく行ってないな。行ってない、私も。なんか昔みたいに曲は覚えられないんですよね。ああ、いいじゃん、昔の歌歌うとき。そうなんですけど、なんかずっとそこで立ち止まっちゃった人みたいになってるのね。だからアイドルぐらい歌いたいんですよね。たたみさんからのリクエスト、うん、でもたたみさんのおかげでね、エリカさんはね、今ここで歌ってて、楽しそうに歌ってたよ。キンキン好きですよね、私。ジェットコースターロマンスね、うん。まあ、くれぐれも車はジェットコースターのようにスピードを出さず、安全運転で行きましょう。はい、ありがとうね。カーリクエストでした。素敵。なんか違う曲がいいの。こんなの初めてよってなんだっけ。ララ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 ラのさ。波。違う。その曲じゃん。無理やり繋いだ。違う。別の曲が。前降りちゃったけど。はい、ピンポンブーお願いします。すいません。はい、ちなみにいつも3問なんですけど、いつもって結構その3択用意したりとか解説に時間かかるんですけど、今回色なのでもう色の話しかないので、多分時間かかんないと思うんですね。だから一応5問は用意してあります。時間次第でちょっと。ありがとうございます、はい。はい、お願いします。はい。エリゴマイスター決定。おお、なんか久しぶりでもないね。なんかこの間もやったね。やりましたっけ。やりましたね。はい。さあ、このコーナーでは。はい、ゴーカーさん、車マイスター1級のゴーカーさんが出題する問題に、うんうん、エリカーさんが答えるという、はい、まあ、もちろんリスナーの皆さんも一緒に考えていただきたい、 そうですね、そんなコーナーです、はい。
つい先日の放送で小金石さんだったかな、シトロエンの色名はフランス語でわけわかんないっていうような話が出てまして、言ってましたね、ブラックなのにブラックってわかりにくい、そうそうそう、感じの名前が多い、そうそうそう、で、それにまつわる、まあ、色のクイズやると面白そうだねっていう話をしたので、今日はエリカさんに用意してきました。はい、ありがとうございます。早速いきましょうか。はい、はい、じゃあクイズです。1問目、初代のシトロエン C3、これにですね、はかわいい、ベールレンツっていう色があります。何色でしょうか。何色系でいいよ。ベールレンツ、ベールレンズ、レンツ、レンツ、うん、赤じゃないのよ、うん、ベがつくと黄色っぽいイメージあるんだよね、うん、黄色っぽい、黄色系わかるかこの色、綺麗な色でしょ、黄緑、黄緑っていうかな、黄緑か、うん、完全に黄緑じゃないですか。でも色のラインナップがなんかちょっと今までの車にないような、うん、色ですよね、初代の C3 ね、すごい可愛い色ですね。でもポップな、他にベールユルルバンっていう色もあるんで、これもグリーンなんだよね。だから多分ベールっていうのはね、緑系っぽいんだよ、他の車見てもそうだったんだけど。そうですか、うん、ベールは緑なのね、はい、覚えておいてください。わかりました、はい、じゃあ第2問目、シトロエンの C4 ピカソ、はい、初代の、はい、ノチオラあのそのどういう意図で出すの、そういうノチオラって書いてある、うん、ノチオラもうノチもオラもわかんない。なんですかね、想像がつかないけど、うん、でもさっきのやつがグリーンなんでしょ、うんうんうん、ね、そしたらノチオラ、ノチオラ、オラ、オラオラ、今聞いた人何言ってたのかな、ノチオラって色なんだって。分かるわけないじゃんね、こんなの、うん、まあ、黒系ですねもう絶対分からんやん、これ何ですか、ノチオラ、まあ、ベージュ、ベージュというかシルバーというかグレーというか、ベージュみたいな、うん、そんな今これこの先も C4 の車にノチオラなんてあるんですか、うん、なんかどっか別の車にノチオラって乗ってましたね、まあ、なんか別の一時期に、ね、方にこう継承されることもありますもん ね、こういう色って ね、はい、残念でした。わかんない、頑張って。すごいでもシックな色合いなんです ね、ピカソの色合い。そうだよね、ピカソってなんかもっとほら、うん、ビビッドな色を使う画家さんでしょ、ね、うん、なのに結構ね、この頃はね、くすみ系なんですね、うん、今流行りのね、そうそうそう。じゃあ第3問、次々行くのね、ブーゲンベリエ、まだそのまだ何色の問題なの、色の問題しか出さない今日は、色に特化してんの。ブーゲン、あ、これシトロエンのシャーソンって車です、はい、ブーゲンベリエ、ブーゲンベリアっていう花はありますか、ね、ありますよね、ブーゲンベリエって書いてある、赤なんじゃないですか。やった、初めて、まあまあ赤、こ、なんていうの、これくすんだピンクみたいな色ね、あ、オレンジ、赤だとルージュフェリオって色なんだけど、もっとクリアな分かりやすい赤に対して、うんうんうん、ちょっとな茶色が入ったような色だよ ね、ちょっと珍しい色ですよ ね、 珍しい色ですね、はい、こんな色がありました。それが何ですか、シトロエン、ブーゲンビリエ、これ、ね、ピンクっぽいな、レンガ、うん、オレンジ、うん、写真を今見たんですコーラルみたいな色ですね、コーラルね、はい、そうですね、あ、素敵ですね、はい、いいですね、はいはい、お、やっと会いましたね、おめでとうございます、よかったです、よかったです、まだ行きます、あ、まだ行きますね、はい、4問目、はい、同じくこのシャンソン、はい、クロノス、もうクロノスで黒って言いたいけど、昔ね、あの M 社にこういう社名の車あったんですけどね、 M 社、うん、M、広島の方の会社で、うん、こういう名前の車あったんですよ、うん、っていう車、あ、ありましたね、ありましたね、うん、今色の名前の話して、あ、あなたは色の名前考えときゃいいの、黒の黒じゃない、うん、黒のだからグレーじゃない、うん、今丸は持ちかけたじゃん、黄土色みたいな色かな、わかるかい、黄土色かな、これ、なん、そうですね、黄土、ね、色ですね、黒の黄土色、黄土色、クロノス、うん、これちゃんと意味は合ってるんですか、そのフランス語で言うクロノスっていうのは本当に知りません、そんなことも調べてませんそこまで調べてはないのね、調べてない、あ、そう、でも変わってるな、その分かんない、うん、日本人からするとね、分かんないよね、うん、じゃあ最後いいですか、もう一番、はい、5問目、オー・アノ・ディゼ
いやもう読めてないよ。出題からもう成立してない話をなぜ答えさせようとする。オーアのディゼ、オーアのディゼ、あピカソに使われています。オーシャンゼリーゼー、なんかこう陽気な感じだよね。今歌ったからね。もう一回言って、なんて言うよ。オーアのディゼ、もうなんかすごいとってもない色なんじゃないの。だってさっきの黄土色だって車の色にはおおよそつかないですね。だからオレンジ色とかそうなんじゃないの。当たらなかった。この色、黄色というかゴールドというかね、ゴールドっぽい黄色、あの初代のシーフォーピカソのイメージカラーなんですが、オーアのディゼ。あ、そうですか。今見ましたけど、もう一つこれ面白いの、この頃ビュルラっていうワインミルみたいなのとかね、あの怒らなくてもイカールとかね。ガッときた今イカールグレーかな、これ。あ、そう、うん、面白いね。すごいね。でもこんなに同じあのメーカーなのに、はい、色の名前は全部違うんですね。なんかもっと統一してくれないの。ねえ、どういう意味なんでしょうね。でもさっき言ったグリーンは何だったっけ、ベール、ね、ね、うん、そうですか。いや、あの勉強にはならなかったですけど、うん、私もならなかったけど、とりあえずなんか後おらってつぶやいてるのが面白かったんじゃないですか。そうですね、はい、ということで皆さん、はい、ちょっとねカラーの名前を気にしてみてください。まあ今はだいぶ分かりやすくなりましたけどね。それでもね、プジョーストロエンはやっぱフランス車ですから、うん、ちょっとやっぱりね、名前凝ってるよ ね違いますからね、うん、ぜひあのちょっと気をつけて。私の乗ってるバーティゴブルーっていうのは、バーティゴっていうのはあのめまいするようなほどにっていう鮮やかな、鮮やかってことですからね。イエスロマンがね、そういう付け方がおしゃれですよね、はい、うん、ということで結局1問しか正解しなかったという、うん、まあ、うん、まあ頑張った、うん、1問でも正解したらいいか、うん、いい、はい、以上、あなたは何問正解しましたか、エリゴーマイスター検定でした。いや、すごいね、そんなにいろんな色、いろんな色ね、これ使えるな。ちょっと置いとこう。あ、そうですね。これあの、それ使えますね、うん。別の番組の方が作ってくれたやつ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい。面白いですね。いろんな色がありますね。そう。これもさ、やっぱりさ、色の名前もそうだけど、ベールっていうのがやっぱグリーンなんですよね。そうですね、うん。ポリネシアンカラーだね、でもね。これもね、ベールってさっき言ったけど。すごい鮮やか。うん、面白い色だね。なんか昔の色って面白い、ね、こんなに色用意してたのが素晴らしいよ ね素晴らしいですね。チャレンジ精神が旺盛というか、もうでも最近本当効率主義すぎるね。そうだね。実は408も今回日本に入ってきたのが4色だけだったので、なんだつまんないなと思ってて、本国見たら本国もね、あ、5色か6色しかなかった。もともとそんなにないよね。そうだから気づいちゃったんだね、そろそろ効率が良くないってことにね。気づいちゃったんだ ね。でも気づかないでいてほしかったな。ね、これも何かあったかな、うん、これも面白かった。イリディス、うん、今サーブルって色あるでしょ、はい、サーブルド・ラングリュニュ、がラングリュニュ、もう読めてないそうだね、私の白も違う、なんか全然白って出てこない色ですし ねえ。いや、面白いです。面白いな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょうかね。はいはい、あ、生 CM なんかありますか。生 CM はさっきはベルラング言った、まあ、408はあれは終わってるけど、うん、まあ試乗会の話でいいですか、ね、あ、そうかそうか、そうですね、それしなきゃダメですね、はい、はい、すいません、お待たせしました、お願いします。お願いします。はい、はい、はい、エリカー、ゴーカー、オートアンサンブル、略してエリゴー、ハッシュタグエリゴーとつぶやいて、なんやかんやツイートしてください。はい、お願いします。お願いします。さあ、明日はいろいろ目白押しなんですが、まず、プジョー、三重四日市、はい、シトラチで、はい、この番組のリスナー試乗会、はい、久しぶりですね。プチプチ公開録音があります。はい、あの機材はエリカさんのなんか手持ちのものだけです。そうです、そうです。そんな大々的にやるわけではございません、はいはい、ただまあ1時ぐらいに来ていただければ試乗がそれから緩くスタートしまして、うん、そうですね、まあ、3時あたりぐらいで公開収録を30分ほどやろうかなって、はいはい、で、豪華チャンネルという YouTube チャンネルの中の生配信、うん、豪華ライブ、うん、これもそれもその模様を流しちゃいいんじゃないですか。
あんまり、いらっしゃい、ね。うん、そのままね。大丈夫。前もそうやってやったんで。そうですね。うんうん、ということで、コラボ企画になっております。はい、そうですね。まあ、ゴーカーさんとエリカーさんがいるんだったら、うん、まあ、車乗ってみるかぐらいの、うんうんうん。で、中には車乗らないけど、顔見に来たみたいな方もありますけど。そういう方はでもいいですよね。でも、まあ、車いっぱい並んでますから。そう、とりあえず、足を踏み入れてもらえればいいと思うんですよね。そうなのよね。まあ、この番組のおかげで、中古車、情報とかね、うん、やってくれたおかげで輸入車高いっていう先入観はなくなったという、うん、畳さんのご意見もありますけど、ありがとうございます、はい、その先入観を取っ払っていただいて、そうですね、ね、でまさに中古車も四日市たくさん置いてあるので、うん、合わせてそちらも見ていただければ嬉しいなと思います ね、 なんかプレゼントもらえますよね、はい、用意 しとくようにお願いをしてあります、はい、よかったです、はい、ということで皆さん明日、はい、午後1時頃からゆるゆるとお目にかかる、皆さんにお会いできるの楽しみにしておりますね、はい、楽しみにしております、はい、じゃあまた明日ですね、そうですね、はい、はい、あ、トレビアン。いい感じ、いい感じですよ、はい、ありがとうございます。なんか答えたいものありますか。ナン、ナンバープレートの話、ナンバープレートベンツエゴさん、ユーロサイズのプレート、これ、ね、うん、あー、そうね、これ全部ありがとうございます。これ全部読んじゃっても大丈夫ですか、うん、ああ、うん、いいですよ、うん、はい、あ、その次の週、うん、でも間に合いますかね、うん、あ、15日、あ、うん、15日は今から撮るので流れして、そう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 、で、だから次の週になっちゃう、うん、うん、その、あ、間に合うか、間に合うね、うん、ちょっとお時間、はい、ちょっとお待ちください。ごめんなさい、ちょっとね、ちょっとパソコンを。はいはい。忙しいね。ね、じゃあちょっとその間に、はい。ちょっと電話が来たので。あ、どうぞどうぞ。